なんかバグってたんだけど、いつから始まった？なんか配信始めますって押してすぐ切れて、再開って押してすぐ切れて、でまた再開って押したらなんか再開できる時間じゃないので、なんか新規ライブになりますみたいな出てきて、今こうなった。ちょっとよくわかんない。合ってた？大丈夫？できてたってこと？ちょっとよくわかんない。ビビった。なんかあれ春休みじゃなかったっけって思って。おはよう桜、三色団子ありがとう。一瞬通知来たけどすぐ切れたね。なんかバグってたのかな。リナも初めてなっただよね。8時2分に始めたんです。三色団子ありがとう。ほらありがとう。電車発見ありがとう。おはよう。ほらありがとう。今日は8時40とかに終わりたいかな。桜ありがとう。バブ服がねひらひらついてるからなんかバブっぽい。なんか赤ちゃんってよくさ、ちっちゃい頃さこういうのつけられてない？おはよう。え、みんな見てくれた？リーナが作った宣伝画像 X にもあげたし、メールにもあげたし、ブログにもあげた。早速三刀流して使いました。三色団子ありがとう。え、この服やっぱバブかった？嬉しい。これありがとう。ダルムリスペクト。いや、これねファンの方からいただいたから着てる。でも可愛いよね。ちょっと似てるよね、カレンタンのラルムと。カレンタンのさ生誕グッズおーって思ってたらさ、みんな会場行かない人なの。だから悲しい。あれ会場でしか買えない。でもいつかまたさオンラインも発売するよね。おはよう。はじめまして。はじめまして。ぜひ応援してください。朝からかわっちありがとう。配信ありがとう。こちらこそ。桜ありがとう。爆睡できた。まあ寝れたけど、寝れたんだよ。寝れたんだけどね、なんか自分がベッドに行った記憶がなくて、どういう経緯でベッドに行ったんだろうって思ってます。今日もかわちゃんありがとう。ハットありがとう。桜ありがとう。ひらひらフード、そうひらひらのフードです。今日二人そんなあれだね、やばくない。春休みそうだよ。 2.5 ハートありがとう。やだ、シャブリ持ってない。三色団子ありがとう。音符 2.5 ハートありがとう。見た、可愛かった。え、うまくできてた。桜ありがとう。
ブログも見てくれた、みんな。顔は品川写真見たな。そんなそんなそんな可愛い格好でしょう。いただいたんです。確かにめっちゃカレンタのラルムに似てて嬉しい。こんなやつつけてたよね。貴婦人みたいな格好バッチクソ可愛い。ありがとう。この格好みんな好きなんだ。ナイスファンの人。朝にしてお家静か。まあちょっとみんなね寝てるんで。結婚式刑事逮捕です。なんか今さマウスピースしてるからさ滑舌めっちゃ悪いんだよね。さしすせそと立ちつてとがねめっちゃ言いにくい。レア物だと会場でしか販売しないグッズもある。それはちょっと。でもねゆいちゃんの時の生誕グッズはオンラインも発売してたから多分あると信じる。おはよう。かわいい。ありがとう。貴重な平日日中配信。そうだよ、平日日中貴重です。今日はレアです。レア桜ありがとう。見た見た、ラルムのカレンタンバブかわいかったね。これつけてるとバブくなるんか。一つ学んだ。さあティーンズユニット取りに行くぞ、行くぞ。桜ありがとう。オンリーワン今日歯医者行く。リーナまだ歯医者行ってる。なんか行ってるけど前より行く回数減ったよ。なんか3ヶ月に1回でいいって言われた。ちょっとホワイトボード書きたい。昨日の消してなかったから消しとく。5月のツーショット会どんなポーズにしようか迷う。よくやるのがハート。あとなんかリーナ的にやるだろうなって思ってんのは JK ポーズ。リーナが J にしてファンの人が K するみたいな。まあこれは逆になりそう。オンリーワンとか犬とか。でもリーナ割とね通所都会の前にメールでさ送ってるからポーズおすすめポーズ、まあ、だからそこの中から引っ張り出してもらってもいいと思います。ハート3色団子ありがとう。 JC はいいな、もう JK になりますよ。リーナこの時間に配信して今日はなんか得した気分。得した。早いとキラーお届けだわん。ありがとうね。もー天使同じ年頃の子供にそんなことするとチムヨと、指導してたこと同一人物とは思えない。いいじゃん、いいじゃん、そっちの方が天使だと思う。
春休みなのに早起き、いや、なんかね、休みの日ほど早起きするんです、私。逆にね、なんかある日はね、すごい最後まで寝てたくなる。ありがとう。生活リズム一定。どうだろう。一定ではない。まあでも日によるかな。やっぱりさ、公園とかある日はさ、早く寝れないじゃん。お風呂入るしさ、だからめっちゃ遅くなるのね。逆に休みの日は割と早いから一定ではないかも。おはよう。ほらありがとう。まだ JC ポーズできるよ。まだ JC だから。こう合ってる？お、折ってるじゃん多分。ちゃんとなってる。お、合ってる。お、習得した。完全に習得した。かわいい、ありがとう。今日も今日とて花粉がやばい。ニベルポーズの練習しとかないとすぐにできなさそう。リードはできる。桜ありがとう。ハートありがとう。桜ハートありがとう。子供は言葉を話し始めるあたりが可愛い。単語ができなくて、あのね、あのねとか、確かに可愛い。あとなんかね、最近聞いたのは、なんかヤンヤキがあるじゃん。で、ヤンヤキの前にヤンヤキ、いや違う、なんかヤンヤキかな、なんかヤンヤキな気がするがあって、それダメだよって言うんじゃなくて、ノンノンってお母さんが言うと、子供もダメだよとかじゃなくてノンノンって言うらしいから、なんか可愛くなるよっていうね、情報をね最近知ったんですよ。だから、それダメじゃなくてノンノンって言うと、赤ちゃんもイヤイヤ期の時にそれダメじゃなくてノンノンって言うらしい。なんか変な髪の毛が大量発生してきた。なんで？大量発生中。緊急事態発生。リーダってあと少ししたら誰よりも美人になってる。本当？願っといて。初見さん、今日誕生日で休みなのでティーンズユニットの投票を求めてやって。え、お誕生日の日にやってくれるんですか？そんな貴重な時間に、なんかアップしそう運気が。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア。男の子をアバターがね、名前呼べないんで。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとうございます。まあ、投票の一日になるなっちゃうのかなって思うんですけど、すごくいい人、いい日だと思うので、まあ、ケーキも食べて充実したお休みを過ごしてください。誕生日でね、おめでとうございます。ありがとうね。素子に見える。違います。
クロスを覚えたのが大きい。そう、私流、私流ポーズ。そうそう、桜咲きそう。なんか他のさ、地域桜咲くの遅いんかな。家の桜もうとっくに咲いてるんだけどさ。メイド服は緊急事態宣言出たと聞いてますが、今後どうなるのでしょう。着たくないです。着たくないです。めちゃ可愛いんだよ服はさ。みんな一目惚れで買ったやつだからめちゃくちゃお気に入りなんだけど、やりたくないの。やりたくないんです。でも今度から脅しがなくなるからね。ティーンゼリーと入れるからっていう脅しがなくなるから別にやんなくてもいい。朝ごはんまだ食べてない。寝癖じゃないんだよね。なんかたまにさ、触覚がさこっちに流れてきちゃう時があるの。おはよう。なんか朝だからさ、いつもと壇上の様子が違う。ありがとう。28日連続開始。そうそうだよ、28日。全てはティーンズユニットのため、ぜひ応援してください。あと4日だよ、やばくない？店舗売ってんのかな、もう分かんないけど、なんか売り切れの人もいたらしいからさ。 Amazon とかだといつ届くんだろうね。この時間春休み、そうそう春休み期間だからできる。ハートありがとう。早く劇場で会いたいな。ね、会いに来てね。庭に桜の木、いや違う、家に桜があるんです。桜のね、枝があって桜咲いてるんです。ソメイヨシノ、あ、聞いたことある。今年かなり遅れてる。え、そうなんだ。今年は2回桜を見れそう。今埼玉、ゴールデンウィークは札幌。札幌でも咲くんですか。なんか暖かい時期に咲くイメージ、桜って。おはよう。1部から前向きをお願いされてた。4部だけでよりなお願いされたの。私のファンの人は絶対リーナやらないの知ってるから。というかもう他の話題で何もう頭いっぱいだったみたいで、みんなはお願いされてなかったよ。初めてだよ。第一人者だよ君。絶対に入れてよティーンズユニット。絶対に入れてよ。初めて言われた。え、もう普通にメイド服史上初めてだったよ。ハート桜ありがとう。今日も可愛いね、ありがとう。あ、でもあれは言わされた。なんかおかえりって言ったら、おかえりなさいご主人様でしょって、でしょって言われた。いや別にいいじゃん、いいじゃんって思ってました。桜、三色団子ありがとう。行ってきます。いや大好きだよハート。ありがとう。仕事ですか、頑張れ。今からだと CD ショップ行くしか。あ、そうなんだ。じゃあ CD ショップでぜひ。桜ありがとう。初回限定はセブンネットが一番好き。そうなんだ。いつ届くのセブンネットって。ほらありがとう。バブいんだ今日。アップデートしよう。
でカレンタンポーズしてたらさ、で前髪が割れてる。カレンタンポーズしてたらバブくなる。わからぬ。これなんか言ってたよね。ビッグハート。あんまハートが綺麗じゃない。ほらありがとう。追加で投票します。ありがとう。みんなはこの期間に何回ぐらいショップに行ったんでしょうってぐらい本当にみんな追加とかしてくれてありがとうございます。多い人で何回行ってんだろうね。すごい。そうだよ、買いに行く時間もあるんだよ。めっちゃいろんな体力使うよねこの期間。北海道山桜、山に咲いてるってこと？山桜、コアラみたいに可愛い。まあ、色は確かにコアラだよね。コアラ。それは本当にごめんなさい。いいよ別に。いずれやらされそうだったから。桜ありがとう。トトイスタンプありがとう。春休み楽しんでる？楽しんでる？楽しんではないかも。休みないしあんまり。ハートありがとう。なんかやらなきゃいけないことがいっぱいある。ほらありがとう。最近 CD ショップそのものが減ってるから地元で買えない。え、減ってんの CD ショップ？そうなんだ。ありがとう。 CD ショップの閉店とかあるのかな。減るってことは閉店したらさ、なんかたまにさ、なんかいろんなお店だとさ、なんか閉店セールみたいなのやってんじゃん。やるのかな閉店セール。めっちゃ CD 安く買えるじゃん。いや、これを書きたかった。私はね、デザインはねちょっと決めた。さっき頭の中に思い浮かんだ。またさ、黒以外持ってくるの忘れちゃった。なんかあんま可愛くなかった。なかった。え？あんま可愛くできなかったんだけど。
どうしよう、なんか思ったのと違う。分かんない、こっから回復できるかも、挑戦してみる。今日の服にちなんで、タンバリンみたいになっちゃったんだけど、どうしよう。タンバリンになっちゃった。タンバリンって言ったらタンバリンにしか見えなくなっちゃったんだけどさ、レース帰ったタンバリンになっちゃった。待って。なんかあんま思い通りのやつができできなかった。どうしよう。なんか足りない。ハートだそう。なんかあんま可愛くなかった。難しいんだけど。こんなん？タンバリンみたいじゃない？タンバリンにしか見えなくなっちゃったんだけどさ。見て、ひら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 意識したんだ。なんかあんまピンとこん、あんまピンとこん。大丈夫かな。大丈夫そう。キラキラって感じ。どうですか。ありがとう。声が出なかった。楽しめるメンタルじゃなさそう。まあそうだよ。楽しんでる場合じゃないもん。今スマホアプリで音楽聴けるから CD とかもたまれたスペース取る。でもね、アイドルっていうものが存在してるんだからさ、見てくれててもいいのに。でもネットで買えちゃうもんね。そもそもネットで買えるじゃんって言われたら、まあ確かにってなるよね。
髪の毛総崩れ。なんか変な髪の毛ある。なんか薄くなった薄くなったんだけど。なんで。サンシャイン栄の上の階の蔦屋もなくなっちゃった。え、そうなの？あったんだ蔦屋なんて。そうなんだ。うちの地元は7年ぐらい前にゲーム屋さんごと消えた。え、そうなんだ。それ困るね。ゲーム屋さんも消えちゃったんだ。一応は劇場に会いに行くれね。お、待ってます。おはよう。自己紹介。はい、 SK48 実験級生のまだまだ中学3年生15歳のりーちゃんこと杉本りーなです。好きな食べ物は竜田揚げ、おば団子、かりんとうまんじゅうです。まあ揚げ物とか好きです。でもちろんあのスイーツ系も大好きです。マカロンとかもちろんマカロンとかビスケットとかも好きですよ。あ、ちなみにキノコ山派です。ちょっと待って、髪の毛が渋滞しちゃった。緊急事態発生。なんでバグ起きた。前がミニバグ起きた。なんでだろう。あ、どこまで話したっけ。マカロンも好きですそして今ティーンズユニットっていうね、SKE のなんていうんですか、なんか消えてるんだけど見てちょっと無様な姿になってるんですけど、今13歳から19歳までの人限定でユニットっていうのを作ってるんですけど、それが初回版、愛のホログラム初回版を購入して、その中に入ってるコードを使って投票しなきゃいけないんですよ。で、私今すごいなんていうんですか、入りたくて頑張ってるので、ぜひ応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。一票からでもすごく大きな力になるので、ぜひ少しでもね気になってくださった方は応援してくださると嬉しいです。ちょっと書き直すね。あ、3月31日までです。ネットでもね購入できるので。ぜひ応援してください。まあ、このイベントがあるので負けられないとなと思い、28日毎日やってるので、配信もぜひ応援してください。お願いします。下克上目指して頑張ります。あと4日しかないのがやばい。もう春休みこれで終わっちゃう。さくらありがとう。アスカやリーちゃんの顔見られていい誕生日。お、よかった、ありがとう。さくらありがとう、フォローありがとう。
三色団子ありがとう。おはよう。バブワールド、ピュアインザワールド。三色団子ありがとう。タンバリンというより、なんて読むのこれ。パジャマじゃないよこれ。パジャマじゃないよ。可愛い、ありがとう。ハートありがとう。本もデジタル書籍の時代になってきた。まあ、確かにね、デジタルでね漫画とかも読めちゃうよね。まだまだティーンズ。それはそう。外がカリカリしたものが好き。え、そうなんだけど基本的に。でもポテトしなしな派なんです。あとラーメンとかね、いつもね柔らかめにする。やわめんにします。春休み満喫はしてないです心が渋滞してて私今。ドキドキもあるし気合もあるしって感じで、なのであんまり充実はしてないんですけど、まあそれなりに生きてます生きてます。今は名古屋駅の近鉄パスでタワレコ参加栄の HMV さんに買いに行く。あー、でもタワレコ結構多いよね、買いに行ってる人。三色団子ありがとう。今日から暖かくなる。え、そうなんだ。今日から暖かいんだ。昨日雨で、え、明日も雨じゃない？今日雨？頑張ってね、ありがとう。頑張ります。ぜひ応援してください。私のね力だけじゃどうしてもやっぱり、私が頑張ってもね上に上がることはできないので、ぜひ応援してください。下克上は必ず起きる。ありがとう。え、絶対に起こしたい。負けてらない。らんない。本当に。私のモヤモヤキュンがかかってますからね。カラオケ配信もかかってますからね。あれもしたいかも。ホットプレート料理。三色団子ありがとう。でもやっぱり配信見てる人だけじゃ伝わらないと思うので、私の気合は。なので、まあ、X もね投稿するし、見てね、見てね、みんな。メールにも書くし、ブログもね、ブログ最後だったの、宣伝できる最後の場だったんですけど、最後のブログだったんですけど、あれ、まあ、書いたし、画像も自分で作ったし、もう本当に気合しかないので、絶対に入りたいです。逆に入れない時のことをなんかあんま考えてなくてえ、考えちゃったらやばい。毎日配信も絶対できなくなるし、うん、もう総崩れですメンタルも崩れるし、もう総崩れします。私三色団子、桜ありがとう。今はデジタルの時代ですが、やっぱり実物が欲しい。アナログタイプ。ああ、え、でもわかる。なんかさ、漫画とかもさ、やっぱり実物が欲しいあとなんか雑誌とかもさ、なんか実物が見たいんだよね。わかるかも。リナも絵もネットショッピング好き。物によるかな。今日晴れる。あ、そうなんだ。今日だけ。昨日は大雨だったのに明日雨。冷たい雨じゃない。冷たくないんだ。今日は甲子園球場に野球、高校野球見に行く。おー、いいね。いいじゃないですか。TJ と入ったら公約みたいな。公約ってどういうの？例えば。でも決めてる、自分の中で。まず、あの、本物のカラオケでカラオケするってのと、あの、最上級に可愛いもやもやキュンやってあげます。私のもやもやキュンがかかってたんで、このティーンズユニットに。私がした意味がなくなってしまうので
と、さっきも言ったじゃん、なんかホットプレートでなんかさやりたい、あのよくみんなやってるやつ、ペッパーライスみたいな、あの中にさお米の円の中にお肉入れてみたいなやつをやりたい。たこ焼きとかもリーナできるよできるよ、なんかいろんなのやりたいな。心が渋滞してる時に歌ってください。コケティッシュ渋滞中、コケティッシュ君に渋滞中、あれね結構ね面白い、これ渋滞してる時みんなが見とれちゃう、釘付けキュートだね、ハート奪われて誰も彼も足を止めてしまう、フェロモンが、あの感想が好き、トゥントゥントゥルトゥン、トゥン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 トゥ、おはよう桜、三色団子ありがとう。そろそろスクショタイム取るのでリクエストください。東海もんないよね現場、まあそれはねやっぱりね、あった方が絶対いいじゃんね、それはわかるかも。まあでも遠い人のためではあるよね、海外の方とかさ。でもオンラインも新鮮でいいと思うけどね、最近のやつじゃん。前髪かわいいあの触覚が乱入してきちゃうんですけど、ありがとう。トークか、さっき読んだね。おはよう。第1回リーナソロコンサート開催ワクワク。でも慣れなかったらそんなことするメンタルないのでできないかも。ハートありがとう。料理配信、そうリーナの作ったたこ焼き食べたいうまくできるかは置いといて、ダルムポーズ、カレンタのポーズでいい。え、こうやってやってたよね。うん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 、あんま笑ってなかった。うん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 、こんな感じ、なんかえこんな感じだった。うん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 、なんかね顔表情がこんな感じ笑ってなかった。スマイリー、うんうんうん、バブポーズ、バブポーズってなんだ、うん、わかんない、むずいね、うん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 、赤ずきんじゃん。桜ありがとう、三色団子ありがとう。ラレムの世界観、確かにめっちゃ好きなんだよね。ラレムめっちゃ好きなんです。わかるかな、なんかめっちゃ可愛くない、めっちゃ好き。服もね、なんか雰囲気も好き。これ見せる、うん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 、オッケー。絶対負けられない戦いなので、皆さんもね、もう投票したからいいやじゃなくて、ここで諦めずに最後までね、もうちょっと頑張ってみようとか、私に入っ
入ってほしいって一緒に思ってもらいたいなと思います。お願いします。ぜひ応援よろしくお願いします。リナね、生徒会みたいなのやったことあるんだけど、選挙でやったのね。その時にさ、なんかすごい、なんていうの、オトハメみたいな、名前を覚えてもらうためになんかやってたのがあるんだよね。なんか何年何組杉本リーナ、バレリーナのリーナで覚えてね、何年何組杉本リーナ投票よろしくお願いしますみたいなやったことがあって、全然バレリーナじゃない、バレリーナじゃないんだけど、まあ、リーナってさ他になんかないじゃん、バレリーナ以外にさなんか覚えるのがないじゃん。バレリーナとバレリーナのリーナって覚えたら、あーまあリーナ、あーリーナリーナ、あーそういうことねってなるけどさ、他にないじゃんそういうのが。リーナってあんまないよね、なんかダリーナとかしかないじゃんでもそんなんで覚えてもらうわけにはいかないからさ、だからバレリーナのリーナで覚えてねみたいな感じでやってたんですよ。そしたらね、そしたら本当になんかバレエを習ってる子に、えバレエやってるんですかみたいな言われて、あごめん やってないですってなって、ちょっと気まずかったです。ちょっとね、なんかバレリーナのリーナだったからさ、え本当にバレエなんかやってんのかなみたいな、球技の方はやってるんだけどなって思ってました。そうやってないんだよなって思ってましたね。え覚えれるくない、何年何組杉本リーナバレリーナのリーナで覚えてね、何年何組杉本リーナ投票よろしくお願いします、どう、今でもできるくない、11期生杉本リーナバレリーナのリーナで覚えてね、11期生杉本リーナ投票よろしくお願いします、どう、どうですか、いけそうじゃないでも覚えてるか覚えてもらわないとってそろそろ困っちゃうんですけど、逆にね、団子ありがとう、かわいいね、ありがとう、おはよう、にはもう少し投票します、ありがとう、嬉しい、私が一番なんていうんですか、まあすごい同期の中でも県内に入るのが一番ほど遠い存在だとは思うんですけど、みんなの力を使えばそんなの関係ないと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。ほらありがとう、拡散とかもねぜひしてくれたら、やっぱりそれ見て頑張ってるってなってくれる方もいると思うので、よろしくお願いします。三色団子ありがとう、今日もバブちゃんかわいい、ありがとうにゃん、ジリナさん以来の美少女、本当やった、ありがとう、バレリーナのリーナ、そうそう勘違いされちゃったけど違うバレエです、そう、あ、ごめん、あってなってた、ね、バレエやってるんですかって、バレーボールめっちゃ気まずかった、かバレーボールはやってるよみたいなバレリーナで覚えてねって言ってんのに、バレーボールはやってるよみたいな感じで、ちょっとね気まずかったですね、すごい。新キャッチフレーズ、こんなんキャッチフレーズにしちゃったらね誰でも作れる、ガンバリーナポーズ、ふん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 、 OK、 初めてリーナと聞いた時、女子アナウンサーのなんて読むんですか、でもねなんか何人か知ってるよ、リーナも女優さんにもなんかさいたよね、リーナって名前の人、バレエやってなくてもそろばんやってたじゃないか、誇っていいよいやそれはまあ別にね
いいですよ。だけどバレリーナで覚えてって言ってんのにバレリーナを習ってないのがあれなんですよ。100キラお届けありがとう。三色団子ありがとう。最近スクショあげてなくてすいません、まあ、これからぜひ。そういう日もありますよ。そう、気まずこと。お疲れ様。ほらありがとう。元カリアさん、うん、すごい名字ですね。珍しいよね。スマイルください。あれじゃん、マックのやつじゃん。スマイル、マックあるよね、スマイル0円みたいな。あれ見た時、え、すごーって思った。でも注文する前からね、全力スマイルだとは思うんですけど。だから逆にさ、それ以上にどうスマイルすればいいんだろうって思う。接客して、はい、あ、Lサイズ一つと、はい、スマイルください、うん、あ、してます、なりそうじゃない、なんない。なんないか。やれね、どう対処すればいいんだろうね。どっちも気まずくない？スマイル頼んだ方も気まずいしさ、なんかしてくださいって言われた側も、あ、え、普通こうなるよね。だってさ、スマイルくださいって言われて、あ、ありがとうございましたって言うの、なんかめっちゃ動画で見たことあるんだよね。スマイルくださいって言われてさ、でこうってなって、なんか間が空いてるとこがめちゃくちゃ気まずいなって思います。私最初にリーナって聞いた時はガンダム、え、知ってる、いるよ、いるんだよね、リーナっていうキャラクターが。ということで、あ、やばっ、リーナ40に終わるとか言った、もしかして。もう全然1時間ぐらいぐらいね、1時間もやってないですよぐらいできちゃったんですけど、とびきりの笑顔で1枚。ちょっとさ、マウスピースつけてるからあんま歯出したくないんですけど、歯出さなくていい、スマイル、普通にスマイルで、うん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 、とびきり、うん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 、どう、ということで今日は終わりたいと思います。コメント読んだら、最後まで見ていただきありがとうございました。これね、超重要、超重要です。こちら本当にいつもはショールーム見る線なんですけど、まあ、1枚だけ頑張ってみようかなって方もね、中にはいてくれたと思うんですけど、本当にそういうの嬉しくて、ぜひ応援してくださると嬉しいです。お願いします。あと4日なのでね、多分オンラインは難しいと思うんですけど、ぜひ。さくらありがとう。マクド店員もプロだから笑顔決めるよね。知らんけど、まあそれはそうだよね、プロだからね。バイト楽しいって思ってさ、あんま決めてる人は多分あんまいないよね。まあいると思うよ、中にはね、いると思うんですけど。三色団子ありがとう。今日も一日頑張ってありがとう。安定の延長、え、安定じゃないんだよな。安定ではないんですけど、そう、アディショナルタイムだったんです実は。ほらありがとう。今日は30分の予定でした。天津ユーと頑張りちゃん、頑張ります。ぜひ皆さんも最後まで諦めずに応援してください。予定通りの延長、いや違うんだよ、本当は30分に終わりたかったけど延長するだろうなって思って40分に終わりますって言ったの。それ以上に延長しました。ということで、まあ久しぶりの朝配信でレアだったんですけど、どうでしたか。内容はまたメールに書いておくので、まとめてスクショとともに上げてくださると嬉しいです。あとこれ書いたやつとね、並べた写真と、私が X にあげた自分で作った宣伝画像で、いろんな人にね、この子頑張ってるからって広めてくださると嬉しいです。お願いします。レアリーナありがとう。こちらこそ、ということでありがとうございました。いい一日をね、誕生日の方もいらっしゃったんで、いい一日を過ごしてください。じゃあバブバブバイバイです。私はもう
この服また今度着ると思うんですけど、嬉しい、ちょっとカレンタになれたってことですか。ということで終わりまーす。